今日の動画では、Unext で配信中、配信予定のドラマ10作品を紹介してみたいと思います。ある日私の家の玄関に滅亡が入ってきたわ。余命わずかなヒロインと、ミョルマンと名乗る男が繰り広げる甘く切ないラブストーリー。ウェブ小説編集者として働くタクドンギョン。彼女はある日、脳腫瘍で余命100日の宣告をされた上、不運な出来事が重なり、絶望して、こんな世界滅びろと願ってしまう。その夜玄関に、ミョルマンと名乗る男が願いを聞いたとやってくる。願いを言えと、ドンギョンに付きまとうミョルマン。ドンギョンは、信号待ちの最中に激しい頭痛に襲われ、その苦痛を消すためにミョルマンの手を取って契約してしまう。余命100日を宣告されたヒロイン、タクドンギョンをパクボヨンが、ドンギョンと心を通わすことになる。神と人間の間の存在ミョルマを、ソーイングクが講演しています。パクボヨン、ソーイングクのメインのラブロマンスはもちろん、イースヒョクやカンテオラのサイドストーリーにも、ぜひ注目してほしい作品です。赤い袖先は、自身の決めた人生を進もうとする女官と、愛よりも成長を優先しなければならなかった国王の、切ない宮廷ロマンス。救助として宮廷に仕えているドギムは、持ち前の聡明さで、三軍たちから目をかけられつつも、自分の生き方を模索していた。そんなある日、走っていたところ足を踏み外し、近くにいた桟を巻き込み、池に落ちてしまう。反省文を書くよう命じられたドギムは、書庫を掃除している最中、中へ入ってきた桟を司書と勘違いし、無礼な態度で追い返してしまう。怒った桟は何度も書き直しを命じ、その中で二人は次第に距離を縮めていく。だが宮中では、勢力争いが激しさを増し、サンは命を狙われることに。ヒロイン、ソン・ドキムを演じるのは、イー・セヨン。メイクイン・サンを、2PM ジュノが演じています。重厚感あふれるストーリーに、世紀のロマンスだけでなく、女官という新たな視点から、その時代を生きる人々の心理を深く掘り下げ、新たな名作刺激の誕生と歌われた一作です。バラマンションは、とあるマンションを舞台に、妹が刑事と共に失踪した姉の真実を追う、ミステリースリラー。失踪した姉を見つけるために、戻りたくなかったマンションに戻ってきたジナ。事件解決に執念を燃やす刑事、ミースと共に、姉の捜索を開始する。隣人たちは見た目は平凡だが、誰もが裏に貪欲な本音を隠して生きる、怪しい人物ばかり。暴けば暴くほど、極限の恐怖と強烈なサスペンスの詰まった秘密が明らかになる。姉の失踪を追跡する妹のジナ役にはイムジヨン。ユンギュンさんは、事件解決に執念を燃やす捜査一課の刑事、ミンスを演じます。マンションに住む怪しい隣人たちの、次々と明らかになる秘密。ジナの奮闘はもちろん、隣人たちを暴くことで直面していく予期せぬ真実など、サスペンスに満ちたストーリーは必見です。ハイクラスは、大韓民国の上位 0.1% の女性たちの完璧な人生と、その裏に隠された嘘と偽善を描いたミステリーサスペンスドラマ。投資家の社長の夫と結婚し、愛する息子イちゃんと、家族3人で幸せに暮らす夜。しかし、謎のヨット事故に巻き込まれ、夫だけが行方不明に。容疑者として浮上した夜は、地位や仕事の全てを失ってしまう。その頃学校で、いじめを受けていた息子を守るためにも、ソウルを離れ、セレブが集う最終島で暮らすことにした彼女は、この島で新しい人生をスタートさせるはずだったが、周囲で怪しい事件が巻き起こり、主演のチョ・ヨジョンが、夫の死の真相を探る弁護士、ソン・ヨウルを熱演。ナムジソン役のキム・ジスをはじめ、ハー・ジュン、パク・セジン、コン・ヒョンジュが加わり、孤独なヨウルと、それにまつわる女性たちがどのように対峙していくのか、俳優たちの圧巻の演技に注目です。恋愛なんていらないは、20年来の親友である男女が、恋愛リアリティショーを通じて、恋愛関係に発展していく模様を描いたラブコメディ。バラエティ番組のプロデューサーとして働くクー・ヨルムは、仕事も恋愛もうまくいかず、隣人で20年来の親友、パク・ジェフンに頼ってばかり。一方ジェフンは、整形外科医でありながら、仕事にも恋愛にも興味を失い、適当な生活を送っていた。そんなある日、ヨルムの担当する番組が突然打ち切りとなり、同期が担当する人気恋愛リアリティショーに移動することに。出演者探しに苦労するヨルムを助けるため、番組出演を了承するジェフンだが、出演者がクセ者揃いで、バラエティ番組のプロデューサー、クー・ヨルム役を飯田ヒガ。
仕事も恋愛も興味なしの整形外科医ジェフンをスーパージュニアのシボンが演じています。恋愛なんていらないは現在12話まで配信されています。魔女食堂にいらっしゃいは魔女がオーナーを務める食堂を舞台に描くファンタジーヒューマンドラマ。魔女の長平は人の願いを叶えてあげる料理を売る食堂の店主。彼女の店の料理は誰にでも提供されるわけではなく、客はそれに相応する対価を支払う必要があった。平凡に暮らすことが人生の目標であるジンは、彼女と取引した対価として魔女食堂で働くことになるのだが、物語の中心となる魔女ヒラに扮するのはソンジヒョン。不運に見舞われ魔女食堂で働くことになるジンをナムジヒョン、同様に魔女食堂で働くギルンをジェイ・ジョンヒョプが演じています。同名小説をドラマ化した作品で、様々な事情を抱えて店にやってくる客のキャラクターも豊かで、全8話と気軽に見られるおすすめのドラマです。月水金カームクドは契約結婚マスターをめぐって、月水金の長期独占契約顧客とカームクドの新規顧客になったスーパースターが繰り広げる一日おきロマンスを描いた作品。独身男性の完璧な非婚を実現させる契約結婚マスター J サウン。外見、資格、能力、すべてが揃った彼女には、月水金を長期独占契約している謎の多い顧客、チョンジホがいた。そんな中、カーモクドの新規契約顧客として、スターであるカンヘジンが現れる。契約結婚マスターのチェイサウン役を演じるのは、ラブコメの女王との呼び声も高いパクミニョン。月水金のミステリアスな長期顧客、チョンジホ役をコウキョンピョ。カーモクドの新規顧客で、スーパースターのカンヘジン役にはキムジェヨンが演じています。月水金とカームクドを行き来しながらギャップのある魅力を見せるパクミニョンとコウギョンピョ、キムジェヨンとの息の合った演技が見どころです。18アゲインは離婚寸前の夫婦が夫に起きたハプニングを通して家族の大切さを思い出していくファンタジックラブコメディ。プロのバスケットボール選手を夢見ていたホンデヨンは、彼女であるチョンダジョンが妊娠したため夢を諦め、彼女と子供を守ることを選ぶ。時は流れ18年後、昔の面影もなく、子供たちには無視され、職場では解雇されたデヨンは、妻のダジョンからも離婚を要求されてしまう。自暴自棄になったデヨンは、突然18年前の姿に。若さを取り戻したデヨンは、新しい人生を生きることを決めるのだが、2009年に公開された映画、セブンティーンアゲインの韓国リメイク版で、キムハヌルとユンサンヒョンが夫婦役で共演し、18歳に戻った夫をイートヒョンが演じています。人生やり直しの機会を与えられたデヨンと、彼を取り巻く家族の姿を通して、夫婦の絆や家族の大切さを気づかせてくれる、隠れた名作ドラマです。流れ星。スターたちの輝きを裏側で支える、血と汗と涙を流す人たちのリアルな現場を描いたラブコメディ。芸能事務所スターフォースエンターテインメントで広報チーム長として働くオーハンビョルは、同僚や部下、さらには事務所の俳優たちからも頼られ、プライベートな時間を犠牲にしながら忙しい日々を送っていた。そんな矢先ハンビョルは、一番恐れていたあの日が近づいていることに気づく。ボランティア活動のためアフリカに行っていたスターフォースの看板俳優ゴンテソンが帰ってくる日だった。スターフォースの広報チーム長オーハンビョルを演じているのはイーソンギョン。トップスターゴンテソン役をキムヨンデが演じています。芸能界のスキャンダルやマスコミへの対応、実際に芸能人をサポートする事務所や裏方の仕事ぶりも見どころの一つ。またジェイジューをはじめとした豪華なカメオ出演も必見です。夫婦の世界はイギリスの BBC ドラマのリメイク版で、愛と信じていた夫婦の縁が裏切りで切れて復讐の渦に陥るストーリー。富と名誉を手に入れ、愛する夫と息子に囲まれ、順風満帆な日々を送るジョイ・ジーソヌ。ところがある日、夫のマフラーに自分とは違う明るい色の髪の毛を見つける。ソヌの疑い通り、テオは若いヨーダキョンと浮気をしていて、そのことはソヌの周りの友人や同僚には周知の事実だった。そして傷つくソヌの前に体調不良を訴えるダキョンが親切に訪れて、全てを知ったソヌの壮絶な復讐劇が開始する。キムヒエは全てが完璧と信じていた結婚生活が夫の不倫により崩れ、復讐の鬼と化す妻で医師のジーソヌを怪演。ソヌを裏切る夫テオをパクヘジュン、
タオの浮気相手ヨーダ君をハン・ソヒが演じています。順風満帆で完璧だと思われていた夫婦の幸せがたった一本の髪の毛をきっかけに崩れ落ちていく展開は釘付けになること間違いなしです。